大丈夫です。じゃああと10分ほどまだ時間ありますけど、なんかこの機会に聞いておきたいこととか。わかりました。そうしたらちょっとそのタンギングじゃないんですけれども、なんか同じテーマの方がいいですか？いや、変わっても大丈夫です。変わってもいいですか？その早い指の時になんかできる時とできない時があって、この指がもつれるような時があるんですね。で、それがこう何に起因しているのかをちょっとだけ説明しておきたいんですけど、はい。ちょっと一個やってみてもいいですか？はい。この部分がうまくいくときといかないときとか。面白いですね。何なら、下がった音ですよね。そうです。ちょっと、ものは試しで。はい。右手を開けてもらえますか？はい、右手を開ける。はい。それで、ちょっとこうお釈迦様みたいな。それで、この相互にギューッと押してみてください。その時に指がこう伸びましたよね、今ちょっと。回さずに、この形を保って、ぐーっと押して。次、親指と中指。薬指と親指。で、薬指伸びやすいですよね。そうですね。丸い形のままいけるかな。ちょっと離して、薬指をこう曲げて、どうぞ、曲げて、親指を薬指の方に持ってって、それで、なるべくその形のままぐー。そうそう。いいですね。はい、次、小指。小指を親指の方へで、ぐー。どうぞ。で、吹いてみてください。さっきよりやりやすくなった気がします。やりやすくなった。ちょっと原因はわかんないんですけど、薬指、特に小指が、キーに行くのが、小指がキーの方へっていう動きが、なんか起きてなかったんです。そういうことですか。だから、小指自体をキーの方へって、こうやって曲げるっていう、運動のこう予行演習だったわけです。そうそうその辺もね、関節があってね、小指って。ここもね、ちょっとこうやって指で押さえておくと動くの感じるかもしれない。小指動かすと。本当ですね。あ、吹いてみて。吹いてればいいですか？面白いな。これ対面レッスンだと逆に気づかないことです、僕も。そうなんですか。右手が今すごく前に映ってるので。そういうことですね。で、面白かったのは、ニラリララ、その最後の音の、これ最後の音ってベーですよね。そうです。ということは、その前はレか、クラリネットだと。そうです。レードの、そのレを吹いてる間にもう小指が動き始めてたんですよ。さっきまでは、ニラリララってこのタイミングになってから小指がおっとって。だから考え方としては、そうですね。音の進行と体の動きが合ってなかったですね。パラレルだとうまくいかないってことです。なるほど、そういうことですね。体が動いて、いろいろ物理的な操作を加えることによって、音が任意のタイミングで生み出されていくっていう。どうぞ。あ、上手。
バッチリバッチリ。わかりました。うん、なんか今まで実はここがうまくできないのは、どに原因があるんじゃなくて、その前のソミファレがうまく吹けてないからだと思い込んでました。こっちで聞いてる分には、ソミファレのソミファが上手に聞こえる。そうなんですね。ソミファレードがいつも音ってなってた感じがする。そうなんですね。ファーレでつまずいてるんだと思い込んでました。だからそうなんですね。レードなんですね。そうですね。ファーレードですね。ファーレード。ファーからレ、エからドの、その、薬指が動いていく、小指が動いていくっていう、キーの方に向かっていく動きが、音を出すより前から起きてくれれば、間に合うってことですね。うんうん、なるほど。わかりました。これ結構、うん、いろんなことに応用が効くアイデアかなと思います。うん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 、操作、作用させるっていうことのタイミングと、それによって音が並んでいくっていうタイミングはずれてこそ合うっていうか、うんうん、そういうことですね。うんうん、こんな感じかな。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。名古屋の方でしたっけ？あ、今東京に住んでるんです。あ、今東京なんですね。はい、6月に対面レッスン再開できたらいいなと思ってますのでこれ、この後も、Zoom でのそのレッスンもされ、予約ってできるんでしたっけ、6月までの間に。できます。あ、そうですか。これ結構、Zoom ででも、Zoom っていうか、このオンラインでも、結構できるものですね。今日やってみて思ったんですね。そうですね。こうやって通信が安定してて、うんうん、ある程度音のラグがなく聞こえてれば結構できますね。そうですね。この映像って出したら嫌ですか？あ、いいです。全然大丈夫です。あ、はい。ありがとうございます。これ、私もスクショを撮ったんですけど、Facebook とかに載せても大丈夫ですか？どうぞどうぞ。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ今日はひとまずこんなところで。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。